どうもしげしげです。本日はメインアカウントで超絶スーパーゴッドフェス10連最大50連無料のやつ、これを引くのと、課金してるので大感謝祭セットガチャ12月のやつ、12連もらえるやつだよね。はい、これを回していきたいと思います。しげパズが31連、しげドラが34連っていう結果になってしまったんですけど、まあそうだね、これでじゃあ30連引いたとしてもこっちの12連足して42連っていう結果で終えたいと思います。はい、ちょっと何言ってるか分かんないですけども引いていきましょう。はいはい、とりあえずは、まあ、6連ガチャもね、さっきのセットガチャでもらえるし、8連ガチャも12月12日のパズパスの報酬でもらえるので、まあ、特に狙いはないかなって感じで、本当にあ、これ6か8じゃね、初ゲット来たから、じゃあ8お願いします。6か、あー、まあありがとうございます。まあ次もらえるけど、まあ、武器分も作れるようになったということでありがとうございます。ちょっとでもパッと見た感じフェス現率すごい悪かった気がするんですけども、じゃあここで取り返してもろてよろしくお願いします。さあフェス現、フェス現、フェス現、お、初ゲット、あー作ってなかった系ね。フェス現じゃねえんだよな、そうそうさんね。え、全然フェス弦出ないしさ、6からの3なんだけど。え、ひどい。これで19ですね。いや、この3連から10連ガチャドラとか出てくんないとちょっとしょぼいぞ。いや、いいダイヤだよ、これ。ああ、フェス弦、フェス弦5連ね。これでまあ24か。でも、これで、じゃあ10連出ても34で、まあシゲドラと一緒の結果か。まあ10連出るでしょう。さすがに。あ、よく嬉しい。あー、6。6めちゃめちゃ。3体目じゃん、これで。じゃあ8は12日まで、未所持ですね。はい。まあ確定でもらえるのはありがたいけどね。もらえるというか、まあ買ってるというか、なんというか。あー、初ゲット。おー、フェス弦ね、持ってなかったわ。ローレンス。ありがとうございます。新しい方のフェス弦ね。この辺何持ってて何持ってないのか覚えてねえや。まあ多分そのうち使うと思います。はい。で、あー、紙結びも嬉しい。あれ？これは？おー、シゲドラ。はメリディス持ってたけど、このアカウントも持ってなかったんだ。まあ使ってないからな、メリディス。欲しい瞬間もなかったな。まあ、まあそんなキャラですかね。まあちゃんと使ったら強いんだけどね。はい。ということで、まあちょっと渋い結果に終わりましたかね。16、19、24、30連か。一番低いじゃん。30連なんですけど、ここに12連を足します。なので僕の結果は42連です。それでも50連いかねえのかよっていう話は置いといてください。さあ6連。これは最後のダイヤが確実に6連ガチャドラとなっていると。はい、これが後半の6連分。これから10連ガチャドラとか出るぐらいね、もらえたら嬉しいですけど、せめてフェス弦多め、フェス弦多め。フェス弦がちょっと渋い気がしてて。あー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いやー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。半分以上フェス弦。あ、そうっす。ということで、まあ、ちょっと渋かったかなとも思いつつも、まあ、無料のね、ガチャなので、はい。まあ、30連と、まあ、あと、課金した分で12連で、まあ、計42連ですよ。ありがとうございます。まあ、フェス弦と、まあ、持ってなかったところも引けたし、なんか6連ガチャドラは3体になったし、はい。あとは12日の8連ガチャドラをちょっと待ちたいと思います。そんな感じで、これにてやっとね、月初のガチャラッシュ動画の終わりです。まあ、仮面ライダーコラボも来るんでね、使ってみた動画とか、なんかの攻略動画とかも上げていけたらと思っております。本日は以上です。さよなら。しげしげチャンネル。